将さん、ありがとう、ありがとうございます。今日とうとう所さん事件ですよに出演させてもらってたんですけど、ありがとう。みんなのあのリプも見てましたし、あのツイート、あ、X のポストも見てたよ。いやー、ありがとうございます。ちょっと私はね、後からね、動画というかその送ってもらえる予定なのでちょっとね、見れてないわけ。どんな感じ、ちょっと見るの楽しみにしてます。ケンタッキーさん、これ昨日言ってた対戦相手の名前、え、ケンタッキーアイコンにしたよって。ケンタッキーになったの名前。大工さん、ブラッチ、おさっぴーさん、おがっこさん、のぶーさん、エルモさん、かんちゃん、ペクポワさん、ゴールドシップさん、ミミミさん、JJさん、ありがとう。マサさん、お疲れ様。ホット紅茶とチーズケーキ、いいな、いいな。ちょっと私もさ、あのすごい喉乾いちゃって、ちょっと先にお供しようかなと思うんですけど、いいですかね。今日のお供は、見て、かわいい、見て、クロミちゃん、前見ろ、前見ろ、前見ろだよって。ストロベリーラテだって。名前までかわいいんだけど、これはセブンで買いました。すごいよね、マウントレーニアってさ、前もポムポムプリンが出てて美味しかったよ、めっちゃかわいい。飲みます、マイメロちゃん、飲むね。はい、では、すごい見て、おリボンが山みたいになってる今日も一日お疲れ様、おやすみ。かわいい味まで可愛いんだけど、すごい、もう女の子って感じうん、可愛い。なんかあれだね、だからチョコっぽい味もするなって思ったんだけど、多分ラテがそれっぽい味してるんだね。結構濃いめのいちご、濃いめだけど甘いみたいないちごです。かわいい。あ、ストリートくんもありがとう、見てくれて。どうやった、どうやった。おさぴんさん、かわいい。マサさん、花火。お、ブラッチ。鍵や、鍵や。テストさん、おくもペガサス、ありがとう。ありがとうね。三浦さんも見てくれたのか、ありがとう。ゴールドシップさんもありがとう。テストさん、マサさん、お疲れ、ありがとうございます。あ、ミッチさんも見てくれた。新一さん、フーガネットさん、ありがとう。ミミミさん、ラブレター、ありがとう。ゴンちゃん、セヤデさん、ヨッピーさん、フル、ありがとう。フーガネットさん、天中くん、カタカナカズさん、ありがとう。のぶさん、ありがとう、花火。あ、イルカさん、土砂降りだった？結構雨降ったか、やっぱり。こっちも雨は降ってたんだけど、そんなね、あのめっちゃザーザー降りの時に、私が外その時出てなかっただけかも。あんまり見舞われなかったな。雷鳴っててすごかった。嘘、宮内さん、めっちゃ降ってるね、それ。
おさぴーさん、たこ花火ありがとう。大文字カズさん、みゆらさん、ありがとう。ブラッチーありがとう。花火タータンさん、ロボリンさん、ひでハラさん、ありがとう。あ、まめちゃん、また同卓しようよ。そう、今日はねボーナスデーだったからちょっと長めに入りたいなと思ってたんだけど、結局1時間半ぐらいだったかな。でも結構今日たけのこさんと会った気がする。また対戦しよう。ユッキーさん、ひらがなのさとしさん、ありがとう。お、録画で見てよ、ぜひ。ヨッピーさん、かわいい。おぼば、星花火。ジャクチューさん、大ガッチ。石川先輩さん、ありがとう。おー、アマトーさん、嬉しい。何回も見返してくれてるの？ありがとう。ワンガンさん、あ、初めてやったね、多分。初めてだったよね。全然いいよ。ドントマインドですね。初対戦でした。分かりやすかったね。ワンガンって書いてたね。タイヤリでした。おしげさん、ダーシャハさん、ケイハチさん、ありがとう。おさぴーさん、お疲れ。ヤピさん、まーちゃん、ありがとう。なのはちゃん、ドナルドさん、さくらタイガーさん、コロボありがとう。見てくれた？ NHK 全国放送。そうなんですよ。嬉しいね。虹色さん、ありがとう。回復ポーション。うわ、これすごいぞ。クラッシャーのぶさん、ありがとう。Gさん、ありがとう。虹色さん、回復ポーションありがとう。ねえ、おばば、ダメ人間代表って言われてましたね。寝なきゃですね。石川先輩さん、待ってね、これどこまで読んでたっけな。うん、睡眠と逆行する生活してる。ブレイブさんもちゃんと寝れてますか。ワンダーさん、こう言ったかな、言ってたかな。あ、ここ読めとったね。ありがとう。イズキュン、テイヘンさん、まーちゃん、パチパチありがとう。ゴールドシップさん、金魚。おぼば、花火。タグケンさん、ズミさん、いらっしゃい。ユッキーさん、結婚して。まーちゃん、フォローありがとうございます。オンジクロカワニャおばさんがござるよ。はい、ズミさん、早く寝てねって。ありがとう。努力するね。マミちゃん、フォローありがとう。今夜は一面たちとバンビでバリピだね。麻雀の特訓してきます。あ、これから行くの。そうなのか。お猿さん、星花火ありがとう。わ、ローマ字のマサさん、ありがとう。たくさん映ってたかい。ストリートくん、タコ花火。ガンちゃん、ありがとう。ワンダーさん、パッと光って咲いた花火を見てた。はい、お、麻雀しながら見てくれてた。ブラッチありがとう。こなしてしおってくれたってこと。ドナルドさん、100キロありがとう。お猿さん、金魚ありがとう。ダニエラちゃん、はじめまして。ダニエラちゃんさん、おかきさん、バラありがとう。わあ、ムラピーさん、見てくれてありがとうございます。嬉しい。わあ、そうか、この後闇ちゃんさんの闇チャンネル TV あるよ。ナレーションさせてもらってるので見てね。そうか、俊一さんありがとう。おかきさん、小判。風早さん、コンヒナホ。ワンダーさん、花火。
パキピタさん金魚。おお、翔太さんありがとうございます。翔太さん、おきおきけさんいらっしゃい、ありがとう。フーガネットさん金魚ありがとう。なのはちゃん逆にそんなに早いんですか、起きるの。3時より前に起きてるの毎日。寝れんやん、これ。これ見てたら。たーくんいらっしゃい。あ、そうそうそう、だからちょっと前にさ、今香川にロケ行ってるんだよねみたいな話をしてたじゃん。それが今日の放送のやつだったんですよ。ちょっと前でも結構前だよね、確か。いつ頃だっけな、香川行ってたの。みみみさんかわいい、ありがとう。こしさん金魚ありがとう。のぶさんラブレタ。あめぐまさんいらっしゃい。まみろかわいいよね。しがさんいらっしゃい。おさるさん小判ありがとうございます。むらぴーさん金魚ありがとう。何もかもが可愛い画面ですありがとう。マイメロだよ。風早さんレベアリー、レベアリー。最近あのあれ、サンリオの総選挙気になってるんだよな。年に1回さ、投票選抜制みたいなのあるやん、サンリオも。みんな投票してる人いる？虹色さんかわいい、ありがとう。ローマジユキーさんいらっしゃい。ハロランさん金魚ありがとう。トラガンバさん、ラインポンさんいらっしゃい。お、大将さんレインボースターめっちゃありがとう。10個もありがとうです。トトロさん、アリサさん、キョウジさん味の感想かわいいじいさん星花火ありがとう。おさっぴーさん金魚ありがとう。テストさんフルーありがとう。とてもいい番組ですね。香川のロケ映像、あ、見てくれましたか。いや、あの釣りも楽しかったし、牡蠣もね、いろんな種類食べさせていただいて、あ、種類というか2種類あってね、どっちもね結構ね味がね違うのよ、全然。めっちゃ美味しかったな。おしるこさんいらっしゃい。じいさん星花火。 T 赤さんありがとう。おー、トゲありがとう、見てくれて嬉しい。 OKB さん、神尾かんでさんありがとう。トゲ花火ピルクル星花火。なのはちゃんレインボースターありがとう、ありがとう。ブラッチじいさん金魚ありがとう。ようちゃんいらっしゃい。新しい活動準備で忙しかった8月お疲れ様でした。わ、そうそう、今日で8月終わるんだよ。みんなお疲れ様、頑張ったね8月。そうか、夏がねこうやって終わってくのをさ感じるとめっちゃなんか焦るなんか例年に比べて早い気もするし、夏が。わあ、そうか、ようちゃん元気かい。入院の8月だった。今元気か。スウィッチさんありがとう。リアタイしてくれたの、ところさんの、嬉しい。お猿さんフルありがとうございます。あ、来週再放送か、お猿さん。そうかそうか、そうなのか。ぜひぜひ。コシさんフルありがとう。毎日寝る前に
ロンロンしてるために言ってた。え、私のこと？コシさん？コシさん毎日ロンロンしてるのか今も。偉いな。ね。アドレナリンが出ちゃうよね。オッキーさんいらっしゃい。アメリカ出張のためルームを視聴できない。あ、また海外へ出張に行かれるの？すごいな、オッキーさん。グローバルだね。タミオさん、世界の片隅のマットさんいらっしゃい。みひろさん、ローマジユキさん、金魚ありがとう。あさみさん、花火ありがとうです。花火。神尾勘でさん、星花火ありがとう。解決たまごんさんいらっしゃい。よいしょ。ゴールドシップさんありがとう。花火。トラガンバさん、金魚ありがとう。ヤマピヌシワイも睡眠合宿行ってみたいと思ったわ。あ、そうそう、あのさ、うわ、そうそう、写真をさ載せようと思ってるんだけど、あの泊まらせていただいたあの、まあ、コテージというか、今回泊まらせていただいたお宿がめちゃくちゃすごくて、本当に景色が良くて最高だったのよ。もう本当あそこ行ったらね、あのなんだろう、睡眠不足の人はねすごくいいと思う。最後心もね頭も休められる場所だったね。めちゃくちゃ良かったですよ。東かがわ市来たことあるの？え、ちょっとさ、オフショットあるからちょっと映したいな。え、まずさ、あのホテルのベランダ、あ、ホテルじゃない、こう、いや、泊まってる部屋のさベランダがね、え、すごすぎるよね。これ見て。え、これさ部屋についてるのよ。部屋のベランダ出たらこれすごすぎて笑えてくるよねこれ。本当にね、ずっと夜も綺麗でね、ライトアップしてるから、この椅子に座ってね寝てた。すごいよね。ま、すごいよ。こんなシャツこんな感じで寝てました。ちょっと寝方おかしいなこれなんか即席で寝ました感あるな。あ、こっちの方が寝てる感あるな。ここでずっとね波揺られてるのを見ながらいたんですよ。あと、あの逆側、もう一個部屋の中に、あ、違うわ、スタッフさんたちのお部屋の方かな、ちょっとね入らせてもらって、他の部屋もね、他の部屋のベランダもすごくて、はい、え、これベランダよ。ベランダが広すぎてね、こう階段になってるんだけど奥が。で、うわ、このね私から見た目線撮っとけばよかったんだけどここにねプールがあるのよ、この手前側に。あの TKD さんが撮ってくれてんだけど、 TKD さんとこにプールと薪、焚き火できるんだけど薪とかがあってみたいな
すごすぎてね面白かった。あ、なんかすごいいっぱいあるんだけど、また載せようかな。うん、すごい良きでした。あ、夜もね、夜お部屋からはねこんな感じで見えてました。さっきの海のとこがこうやってライトアップされる。プール外から見えちゃう。そうなのよ、泳いでたら外から見れるよね。こんな感じでしたね。はーい、一回戻ろうかな。すごかったです、夜も。そうなの。ハーブ侍さん、お、回復ポーション今日もありがとう、いっぱい。きなこいさんショックだよね。こんばんは、ショックだよ、寝るね。ユッキーさん、フルありがとう。ところさん、ありがとう、見てくれたの。睡眠の大切さを実感する内容でお勉強になりましたね。本当にね、睡眠大事だなと私も学びました。本当にあれからね、すごい寝る睡眠時間とかはちゃんと確保するようにしてからね、体調も安定してきて、ちょっと前までね本当にね、私不眠だし寝不足な日が続いた日があって、その時にさ、なんか喉に出来物できたとか、なんかいろんなこと言ってたじゃんなんか病院行ったみたいな、そのぐらいの時がなんかね、そう、絶対睡眠不足だったなって思ってたの。今は睡眠時間を確保し元気です。はい、なんかいろいろ言ってたよね、あの辺の時ねスイカさん、フルありがとう。昼間は全然だったけど雨が強くなってまいりました。え、めっちゃ雨降ってる、スイカさんとこ。あれ、ずっと雨だね、ほんと。おさっぴさん、うま、ありがとう。天中くん、スイカさん、花火ありがとう、いっぱい。ところさん、番組内でおひなのこの配信中の部屋が、え、嘘、あ、そうかそうか、自分の部屋映してたもんな。機材だらけのテーブル見れたあ、じゃあ配信中のあれを使ってくださってたのか。そうか。うわ、虹色さん、めちゃくちゃ展望は明け渡したわ、タイヤレでした。え、すごい、ローマ字ユキさん、めちゃくちゃお美しかったです。木村文乃さん、ギギさん、ありがとう。ハブ侍さん、初動卓ありがとう。え、なんていうお名前の方、マジ。いや、私もびっくりだったんだけど一瞬で終わったねすごい、だってさ、なんかウーピンか何かで上がった時に、え、なんでこんな雷演出なんだろうと思ってたら、すげえのが出てたねHK さん、ありがとう。ハッピーさん、かわいい、ありがとう。え、ヤマピンなし、おめでとう、数え役もすごいじゃん。今日もありがとう。きなこいさん、100キロありがとう。8月終わっちゃうよ。あー、当日2人で配信できるのかな。ね、一緒に行ったら配信したいんだけど、
ね、配信したいよね。確かに。え、あ、マトウさん早いて。地道オードトワレ。あら。どうどう、いい匂いじゃない結構。コボのタコ読めてないよね。ありがとう。大将さん花火ありがとう。マサさん100キラありがとう。おひなの睡眠が改善されてるよ、めちゃくちゃ。睡眠なんかする時間というより長さ確保してる。ローマ字ゆうたさんありがとう。1時間アラーム鳴ってるというのは少し盛りましたね。いや、え、なんかでもこれ言うとね、惹かれちゃうかもしれないから言いたくないんだけど、逆よ、私1時間以上は鳴らしてる。本当に本当に聞こえなくなってきて、アラームが。この間その実家で怒られたんだよ、アラーム鳴らしすぎて。画伯に大体そうなの、早くて1時間だよ。ちょっとね、人が泊まりに来てたらね、そんなことできないよね。でもあと実家とか誰かがいる時なかなかできないけど、もう一人の時はアラームパラダイスだよ。スナフキンさんありがとう。花火ションケイさん、星花火ありがとう。もちろんもちろん初共演です。ようちゃん、木村さんと。何、まーちゃん途中で終わった、放送が。え、なんか始まりがさちょっと遅かったんだよね、確か。だからかな。サンリオもう終わってるね、今年のは。ユッキーさん、サンリオのキャラだと、でもキティちゃんとさ一緒にこう踊らせてもらったの、前にあのサンリオピューロランドでライブさせてもらってね、かわいいフェスティバルっていう曲を一緒に踊らせてもらったんですけど、それからキティちゃん推しなのけど、あの私があのこのサンリオ投票に興味を持ったのは最近なんだけど、なんかね TikTok で回ってきて、その投票のなんか投票するで、めちゃくちゃ推しのね、推しの投票を見守るっていう配信をされてる方がいて、そうめちゃくちゃすごいなと思って。何百万票も入ってるんだけど、めちゃくちゃすごいんだよね。ヨロさんありがとう。サンリオみんな戦っ、サンリオもみんな戦って投票権、え、そんな感じなの、投票権。サンリオもどうやったら投票権もらえるの、サンリオは。ケンボーさんありがとう。寝床に入ってもマージャンやってるの笑えた。そう、だいたいね、あの寝床に入ったらロンロンしてるよね。テストさんレインボースターありがとう。カキクッションリスナーへのプレゼント、えー、私でさえもらってないのに。あれめっちゃ可愛いんだけど、あのカキクッション欲しいわ。アントワヌさん花火ありがとう。いいしょ。ターボーさんお疲れ様。海鮮苦手だったひなほちゃん、牡蠣食べてて驚いた。え、嘘。牡蠣はねちっちゃい頃から食べれてたよ私。あの貝類とかね、イカとかタコは好きだったの、めっちゃ。あのお魚とかが苦手だったよね。牡蠣めっちゃ美味しかった。マサ31さんいらっしゃい。宗隆さん花火ありがとう。リルルさん、サイさんありがとう。
そうよ、ハロウィンまで来ちゃうじゃん、もう。うかうかしてたら。あのハロウィンのユニバ行ってみたいな。すごいよね、ハロウィンナイトみたいな。宗隆さんありがとう、花火。アントワンヌさん花火ありがとう。アマトさんも毎日してるの、ロンロン。すごいね、偉いね。アントワンヌさん花火、ようちゃん尊い、結婚してありがとう。秀幸さんありがとう、花火パチパチと。あ、バラいっぱいだ。おさぴーさんラブレターありがとう。8月はわー、虹色さんお大事に、後遺症に悩みながらもて。秀幸さんジージーありがとう。ファントムさん、ひろしさんありがとう。シアトさんありがとう。すごいでしょ、めっちゃ綺麗な景色でしょう。そう、海につながってるん、本当に海に近くて、ここがすごい景色だったよ。ベランダに柵がないけど、先はなんかお庭みたいになってて、そのまま海につながってるってわけじゃないんだけど、でも本当に近いよ。ひらがな斉藤さんありがとう。テストさんありがとう、花火。銅像立ってるねって、それ私じゃない、銅像じゃないよ、私だよ。うさぎさんいらっしゃい。笑顔で寝てる。バンクーバーさんいらっしゃい。寝たふり、いやそうだよ。虹色さんだね、早めのね、夕方配信とかにして休息時間があってもいいよね、みんなにも。いつもね遅いからね、配信綺麗だったよ。テニスできそう、ライブできる。多分できると思う。あの最初2個目の方すごいよ。ゆうじさん花火ありがとう。ひらがなのかずさんいらっしゃい。あ、みひろさん奥まっぺがさしありがとう。なのあさんレインボースターありがとう。なのはちゃんレインボースターありがとう。いっぱいトッシーさんいらっしゃい。お、おかきさんありがとうございます、見てくれて。睡眠は大事だで。見るお肉さんいらっしゃい。たかほしハートさんありがとう。見るお肉さんありがとう。船に、そう、船乗ってるみたいだよね、ほんと海に近いから。おしゃれすぎて逆に寝れない。そんなことないよ。なんかさ、あの本当にお部屋の中には睡眠導入に関わるものがいっぱい置かれてて、絵本とか小説とかも全部その睡眠に関するお話とかそういうのに関係してるものなの。心がリラックスできるような本、極意みたいな置いてて、本当になんかねすごい心地よかったよ。
あとあと飲み物とかもね、チルアウトとか、チルアウトしてる、なんかちょっと心リラックスする飲み物みたいなね。確かに一人だとねちょっと広いかなと思うけど、一人でも十分楽しめるけどね。甘党さん、アイス、ローマ字よいさん、パチパチありがとう。最高よ、ほんとよしさん。波の音聞いてたよ、ずっと。あの椅子で。結構ね、窓とかね、あの閉め切ってても、かすかに聞こえてたり、波の音が。よかったです。その部屋でも隅っこひなほ。うん、あの、ベッドが隅っこの方のベッドで寝ました。そうなの。猫ぷーパチパチありがとう。隊長星花火ありがとう。わ、お猿さんもぜひぜひ香川行ったら泊まってみよう。隊長金魚ありがとう。ローマ字マサさんパチパチありがとう。こんなところ泊まったら全てを忘れられそう。何があったの。うん、全てを忘れることも大事だよね。うん、一旦ね、こうリセットできるよね。スイカさんありがとう、録画してくれて。わ、ロッピーさん見守ってやらんや。それは2ヶ月ってちっちゃいじゃん、まだ子猫だね。メイピーズさんありがとう。虹色さん金魚ありがとう。メイピーズさん星花火ありがとう。お、大将さん風呂ありがとうございます。おお、今日で1400回だったのか。ありがとうございます。ジョロだね。花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声を。はい、ありがとう。イナッチさんいらっしゃい。お部屋も景色も最高だったよ、ほんと。サコサコさんお疲れ様。カリタンありがとう。花火ひろくん100キラありがとう。おー、ソエさん家族皆さんで見てくれてありがとうございます。こんな感じで配信しているのかと知ることができてよかったって。確かにあんまり映すことなかったよね、多分。そんな感じでやってました。カリタン結婚してありがとう。おひつりさんいらっしゃい。ハッシーさんありがとう。スウェさん金魚ありがとう。フルトありがとうございます。あ、なんとおめでとうございます。あれ、あとちょっとじゃない？歌ってよいのか。ハッピーバースデー。え、どういうこと。途中まで歌ってしもたけど。ムラチンアイスありがとう。白神さんいらっしゃい。いいのか。
耳は聞こえてるって言ってた？先生が寝てても聞こえてるのかな私の耳は機能しているのか。寝起き虹色さん、ありがとう、素敵。武田ひなほってサンリオのキャラ何位ですか？何位になれるかな。安則さんありがとう。スランプくんありがとう。へえ、サンリオ投票お願いされてクロミちゃんにずっと投票してたの。そうやな、もうみんなすごいんよ本当に。サンリオ投票も深いんよめっちゃ。スランプくん100キラありがとう。ポブマスターさんおはよう。セントちゃんありがとう。テフネンさんいらっしゃい。確かにね、アラーム消す、確かにアラーム多分消してはないんだよね、1時間ずっと。自分も昔のスマホ含め5台でアラームかけてる。つわものおったすごいな、マサさん5台一気になってんの。なんかその音量をさ、それだけこう音圧があれば起きれそうだ。私も確かに1台だからダメなのかな。パソコンからも鳴らすか。GTR さんありがとう。お、秀幸さんありがとう。サンリオの時かわいいフェスティバル覚えてる？え、すごい、私結構今忘れちゃってるかもしれない。かわいいフェスティバル、のりレインボースターありがとう。いっぱい いやでもあれは事故だよブラッチ、結構な。おかむさんありがとう。海ほたるさんいらっしゃい、ありがとう。いや確かにさとしさん、私めちゃくちゃお化け系苦手だからな、ハロウィンの無理かもしれない、あの USJ 海ほたるさんかわいい、ありがとう。みひろさん、鍵屋ありがとう。フジモンさんいらっしゃい。天竺フルーありがとうございます。夏の歌、夏の歌、夏の歌。君がいた夏は遠い夢の中、ああ空に消えてた。はい、フジモンさん、ナオさんありがとう。海ほたるさんパチパチ。おさっぴーさんバラありがとう。ローマ字よしさん金魚ありがとう。海道線五郎さん、テケテケさんいらっしゃい。優しいヨシさんありがとう。いや本当に起きたくないんだろうな。スエさんレインボースターいっぱいありがとう。10個も、めっちゃいただいてる。スエさんありがとうございます。そうなんですよ、今回睡眠のテーマだったけど、9月からデビューするの、あのスーピーズもお昼寝がテーマなのでなのに不眠すごいよねつながりが。おかむさん100キラありがとう。あー最後らへん見てくれてた、最後らへんに連れしてた、そうかそうか。
マクバーさんフォローありがとう。あの睡眠ルームすごいよね。あ、立って寝れるとこのやつよね、確か。すごいよね、あのオフィスとかにさ睡眠ルームっていうのができてるとこがあるんですよ。仮眠ルームみたいな。バンクーバーさんフロありがとう。トモさんカタカナのありがとう。テリポコさんいらっしゃい。ヤワサハさん金魚ありがとう。ローマ字マコさん花火いっぱいありがとうです。ナノハちゃんフルありがとう。プレステ5アマゾンで買うか秋葉に行くか悩んでます。え、どっちが安いんだろうそれ、アマゾンと秋葉。でもアマゾンだったらさ、なんやかんやでポイント貯まってたりしない？ポイントでちょっと安くなったりとか。ビケネコさんいらっしゃい。ナノハちゃんパチパチ。トルトロティンさんありがとう。次はあの宿にスーピーズの曲かかってるかも。かけたいぜ。ハートのヨシさんいらっしゃい。そうなんですよ、ブレイブさんお昼寝系なんですよ。ユニットがそうなのです。白神さんレベアリです。レベアリわあ素敵。アントワーヌさんのお家でも波の音聞こえるって。海近いよね。ハーブ侍さんアイスありがとう。ありがとうアイス。テストさんサイリウムありがとういっぱい。レッツさんありがとう。スミーさん花火ありがとう。あ、ブーちゃんありがとうです、録画もしてくれて。エイジさんいらっしゃい、ありがとう。24時間の募金で武道館行った？そうなの？犬猫さん武道館行ってたの？エイジさんいらっしゃい。マサさんフルありがとうございます。僕も最近波の音聞きながら寝てます。どういうこと？あ、この音楽とかで流してるってこと？いいよねめっちゃね。私もたまに波の音とか焚き火の音とか聞きながら寝てます。あ、ゆきいさんそうなんですよ、所さんが言ってくださってたね、ございます。コンビニで流れてるっていうのも、流れてたっていうの。お、ひろくんもありがとう、見てくれて。 NHK あ、そういうことか。じゃあ歌ってよかったのか、おめでとう。 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear すえひなちゃん。Happy birthday to you。 おめでとう、すえひなちゃん。9月1日なんだね。お姉ちゃんだね、もう。おめでとう。ねえようちゃん、スーピーズのタイミングと、いや全然偶然ですけど、すごいね、睡眠の。わあ、こしさん1500枚ありがとうございます。すごすぎる投票、珍しいね。ロンロン、ドナルドさんフルありがとうございます。ありがとうよしんこと。
負けた証のカードコネクト強そう、印刷してきた。いやマックスうるさいよね犬猫さん、なんかマックスだった気がするんだけどな、ちょっと見てみるけど。テストさん、サイリウムありがとう。おがっこさん、音符ありがとう。アンタンさん、フルーありがとうございます。渋谷の NHK はいかがでしたか。あれ渋…え待って、トイに…あ、渋谷だったのか。ん そうやっけ撮った場所ってこと。めちゃくちゃ広い、本当に建物自体が大きかった。あの楽屋挨拶をねさせてもらおうと思ったんだけど、もうめちゃくちゃ広くてね、楽屋もいっぱいあってすごかったです。のぞみさんありがとうございます。いらっしゃい。え、しんいち福岡にいるの？撮影会行ってたんだって。お眠りなさいだよそれ。ポグマスターさんありがとう、ありがとう。ぬぬぬぬぬ、しんいちありがとう、パチパチ。レベル8さんありがとう。そう、立って寝るとこがねあるんですよ、新鮮だよね。アンチヒロさん、スマホが一番さんありがとう。あ、ヨシヒコさんも見てくれてありがとう。お、しんいち撮ってくれてるのかい、録画ありがとう。服部ちゃん、ターさんいらっしゃい。大工さん、フルーありがとうございます。よいしょ。告知は9月3日にスーピーズという名前で音楽ユニット活動をさせてもらうんですけど、9月3日がデビュー日となります。やばい、あと3日後です。もうちょっとだ。3日の日にはあの新しい楽曲、スーピーズの記念すべき1曲目がリリースされますので、ぜひあの配信でねされますので聴いてくれたら嬉しいです。お昼寝系ガールズユニットとして X もインスタも、TikTok もアカウントができておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。 X の方はねもうかなりあのちょっとずつ動いてきたりはしてて、私の X からも飛べますのでぜひフォローしてね。はい、家が新幹線駅の裏だから、うわ、睡眠が浅いのが辛い。わかる、それ私の前の前の実家がそう JR の駅のね裏に住んでてね、昔ずっとねあの出発の音楽流れてた夜中まで。わかる、あの瀬戸の花嫁がねエンドレスループで流れてってずっと聞こえてた、近すぎて駅に。おもひで、あ、おめでとうです、おめでとうね。金ちゃんいらっしゃい。アナさん、はじめまして、ありがとうございます。ひらがなのローマ字よしさん、ラブレターありがとう。私のお家もカエルと虫さんの合唱でいい感じです。すごいね、結構田んぼとか近いのかな。じゃあ
休み時間最近足りてるよ。ありがとう。寝てます。ミミミさん、タコありがとう。原宿と渋谷の間だったんだ。全然知らずに行ってた。広告見てきた？広告？借りたん。のり、告知ありがとう。今日も北のマー君めっちゃ可愛い。ありがとう。めっちゃ可愛い。小説家さん、北のマー君おこんばんは。おう、むらちん、ぜひぜひ。そう、再放送があるみたいだから、ぜひとも。あ、そう、9月3日がね、睡眠の日なんですよ。からその日にデビューになりました。カリタンフル、ありがとう。カリタン、オカムさん、星花火ありがとう。あ、ストリートくん、うん、あのファンクラブそのままだと自動的に継続になるかな、新しいファンクラブの方で。カムさん、フル、ありがとう。9月よろしくね。明日から、あ、もうあと3分後だよ、9月。ねえ、ユッキーさんすごいよね。300万するんだよね、あの立って寝れる睡眠のとこ。せやでーさん、花火ありがとう。いっぱいご飯食べた。ご飯食べたよ。パン食べました。夜買って帰ったパンを。久しぶりにね、メロンパン食べた。美味しかった。カンマインさん、100キラギフトありがとう。 GTR さん、花火ありがとう。はぁ、せやでーさん、花火ありがとうです。ありがとうです。あー、追いついたのでは。一応追いついたかも。はい、ありがとう。よいしょよいしょ。さっきさ、間違えて、さっき気づいたんだけど、あの家帰ってきて、あー暑いと思ってエアコンつけてたのが、暖房27度間違えてつけちゃって、で1時間、あ、そんなに経ってないか。帰ってきて30分ぐらいか、気づかなかったの。なんかだんだんとさ、なんか私熱あるのかなと思って、自分の体温とかちょっと測り始めてみたりとかして、なんでこんな暑いんだろうと思って、そんなね、暖房つけてるなんていう考えに至らなくて、なんかめちゃくちゃいろんなこと考えたけど、最後に行き着いて、はっ、てかなんか絶対さ、冷房つけてると思って、あのリモコンとかもペシペシしたりとかしてたの。なんか違うよみたいな、なんか壊れてんのかと思って、ペシペシしてたら自分が間違えてるだけだった。暖房自分で入れてたわ。はい、ということで、まあそんな日もあるよね。デコズキさん、いっぱい花火ありがとう。ああ、ピルクル、ああ、ブラッチ、パッと光って咲いた花火を見てた。パッ、ありがとう。メロンパンはね、今回しっとり系だった。あのセブンのメロンパン食べたんだけど、あの甘い感じの、ちょっとしっとりな感じなんだね。メロンパン好きな人ってさ、本当にいろんなとこのメロンパン食べてるじゃん。なんかどこどこの美味しいよとか、お店によって多分味違うから、ちょっとそういう通なさ、メロンパン食べてみたいな。美味しかったな、メロンパン。サウナ部屋よ。そう、本当になんか湿気もやばいなとかって思ってたのよ。
暖房の反逆小バキンさんいらっしゃい、市原さん、孫悟空さんありがとう、ピョコニーさん星花火ありがとう、ゴエモンさんいらっしゃい、ヒナップのプチプロ、あ、ゲットならず、あれいつまでやっけ、あの期間限定だったよね確か、ゴエモンさん、叩いて直すは昭和、でも私はそうやって学んだぜ、叩いて家電は直す。昔そのテレビがさ液晶じゃなくて液晶あのドラム缶みたいなテレビだったのよ、ちっちゃい時の記憶なんだけど、その時はなんか映りが悪くなるたびに1メートルぐらいの物差しがあって、その物差し、大きい物差しでこうやってテレビのなんか奥の方叩きながら見てた気がするこれあ、すごいちっちゃい時だよ、あそっからね、あれ小学生ぐらいか、中学生ぐらいからはなんか綺麗なテレビにね変わったんだけど、なんかね、ほんと、うん、すごいね、昔のやつだったの、ちょっと前叩いたら本当に治るんやって、しかもパチパチとかなったらあ、ブラウン管か、ブラウン管のテレビかな、伸びたのままと同じやり方なんだこれ、すごいよ、ミッチさんありがとう、フライさんありがとう、いや白黒ではなかったね、普通にあの色は今と同じ感じでついてた、ローマ字よしさんレインボースターありがとう、まあ一家さん、風と海とさんありがとう、よしランキング読みするか、今日も過ぎちゃったし、はい、それでは13位からローマ字のゆたさんありがとう、壇上お疲れ様、12位、あ、みひろさんだ、ありがとうみひろさん、壇上だよ、お疲れ山、11位、北野マーくん、ありがとう北野マー君、嬉しい、今日もありがとうございます、いっぱいいただいてた、10位、テストさん、あ、テストさんありがとうございます、壇上今日もありがとう、9位、おさぴーさん、ほーい、ありがとう、ほーいたくさんありがとう、8位、おがこさん、ありがとうおがこさん、本日も壇上ありがとう、ラッキーセブン、お、ハーブ侍さんだ、7位ありがとう、今日はいい日になるぞい、対戦あり、ありがとう、6位、お、なのはちゃん、ありがとうなのはちゃん、いっぱいいただきありがとうございます、5位、ワンダマークさん、ありがとう、ワンダさん今日も誕生ありがとうございます、おやすみ、4位、ピルコー、ピルコロー、ありがとうピルコロー、たくさんいただきありがとう、おやすみ、そして3位、アボン大将さん、3位ありがとうございます、いっぱいいただきありがとう、もういっちゃったか、ありがとうございます、1400回、そして2位、アボンブラチー、ありがとうございます、2位だよ、タイアリでした、たくさんありがとう今日も、そして今日の第1位、あぼん、すえさん、お、ちょうど日付変わって、すえひなちゃんおめでとう、1位ありがとうです、すえさんありがとうね、はい、ということで、お、4858盛り上げ、あ、今日はなんだかさ、ちょっとね、新しい髪型なのよ、
編み込みストレートというか編み込みストレートですはい、編み込み盛り上げということで、毎日夜10時半頃から配信しておりますので、ぜひルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう、ありがとう。ということで、あ、やっぱりもう髪がうねうねして雨で大変です。じゃあ一曲眠りソング歌って終わろうか。入れてたわちゃんと。はい、じゃあリクエストタイム、よーい、アボンスタート。あ、眠り系でお願いします。ローマ字よしさん似合う、ありがとう。ようちゃんかわいい、ありがとう。おお、ありがとう。ダンディさん髪型同じような、あー似てるかも、確かに似てるかもしれない。つみさん、あいう歌いいね、あいう歌いいかも。あこいさん、あこいさん、ところさん作ってくださったしね。世界の約束、夏の終わり、僕のこと、瀬戸の花嫁、ロマンティック、若者のすべてね、渡らせ橋、天明の歌、くれない、ウィッシング、あ、ウィッシング来た。スピッツさん、夏が終わるって曲もあるの。君はずらい、揺れる思い、ヒッチコック、いい日旅立ち、海の声、人としていいね、天明の歌、相思相愛、雨、未来へ、オンリーマイレールがかなり激しめだな。小井さんね、夏の終わり、まーさんこんばんは、ありがとう。プロローグ、15の君へ、夏の終わりのハーモニー、鹿の子の子の子、夏を諦めて、金曜日のおはよう、マリーゴールドか、ファーストラブ、明日への手紙、よし決めよう。ちょっと待ってね、うわ悩むね、悩むな。あ、ちょっと待ってね。ちょっとじゃあ挑戦してみようか。歌えないとこもあるかもだけど、この時期にぴったりかなと思って、これにしよう。Thank you.
初めて歌ったけど聞きすぎて歌えたな、フジファブリックさんの若者のすべてでしたのね、ヨルシカさんバージョンの方ですね。今年ね、あの歌われててヨルシカさんもうぴったりじゃん。歌詞がね素敵だよね。真夏のピークが去ったよ。はい、ありがとう。あ、ワンダーさん、オサピーさん、ミラボありがとう。あ、ローマジヨシさん、シルファさん、めっちゃいただいてたね。おパパ、ミラボありがとう。はあ、ワンダーさんブランボーもいただいてた。おさぴーさん拍手もありがとう。はい、ありがとうね、たくさん。デコズキさん、ハーブ侍さん、テストさん、ひでゆきさんもありがとう。それでは、ありがとう、パチパチ。おやすみね、バイバイ。